始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン51回目。はい、もう前回が節目の50回を迎えまして、51回目でございます。で、51回目もなかなかの節目で丸1年経ちました。正確に言うと去年の5月11日水曜日からスタートして、この回がですね、今年の5月10日水曜日なので、あの1日足りないではありますね、1日足りないではあるんですけど、毎週水曜日配信ということなので、そういう意味では丸1年やったと言ってもいいんじゃないかっていうことなんですけど、性格上ちょっと僕細かいので、これ丸1年って言っていいものかと思いながら丸1年と言っています。364日、丸364日目です。経ちました。配信がね水曜日なので、もう配信だからいいか、その明日とか明後日とか別にいいんですけど、まあ、1日足りない状態ではありますが、まあとりあえず1年、ハエバルバンバンポッドキャスト、ラジオ沖縄の公式ポッドキャストでハエバルバンバンが始まって1年経ちました。早いですね。なかなか感覚的には本当に半年いかないぐらい、4ヶ月ちょいぐらいの、感じなんですけど、もう1年経ったんですね。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。どうでしたか。僕は個人的にはゴールデンウィーク、あの芸人としての営業の仕事はなくでしゅねーってたまにね、ちょっともうゴールデンウィークちょっと遊びすぎてちょっと赤ちゃん言葉になっちゃってあのゴールデンウィークはですね、営業はなくて、まあ、あのラジオカーがね、あのラジオ沖縄の朝の平日のね朝の番組マイタノのラジオカー木金担当してますので、その木金のお仕事はあったんですけど、それ以外がもうない。芸人としての、営業がねなかったので、それ以外あまあいろいろ今あの FEC のね社長の友治さん、山城友治さんの、映画監督、友治さん監督のファニーズっていう映画も、作っていて、僕がカメラマン兼編集マンみたいな感じでやってるので、そういうのもありましたが、そういうまあ小さいのはありますけど、まあなんか大きいイベントの司会やるとか、なんか他のイベントのなんかやったりするっていうのなかったので、まあ2日ぐらいは、家族でちゃんとしっかり過ごせる時間があったんですよ。で、ここ最近本当に編集撮影がずっと続いてたので、なんかそろそろ息抜きも欲しいなっていうところで、タイミングよくゴールデンウィークが来るんですね。があって、それでまあ、いいのか悪いのか営業もないし、で、家族で行ってきました。家族でね、妻のりと、あの、娘のうーちゃんとね、3人で、宜野座村の道の駅に大きい公園があるんですよ。道の駅の、まあ、ちょっと後ろになるのかな、後ろのところに、宜野座村のイメージキャラクター、ギーノくんの、なんか、大きい、まあ、なんか、なんていうの、作り物っていうのか、なんか、てっぺんにある大きい公園があるんですよ。で、そこで、娘が今、2歳半、もう、やがて3歳になりますけど、と一緒に遊んでて、で、やっぱゴールデンウィークなんでね、めちゃくちゃ人が多いですね。僕、もう、気遣いなんで、めちゃくちゃ気を使う性格なんで、人が多いとね、もう全然落ち着けないんですよね。この人、階段渡るかなとか、この人先に通りたいかなとか、この人、俺のこと邪魔かなとか、思っちゃって、やっぱ、もう気が気じゃないっていう。あと、プラス、遊具での遊び方がわからないっていう。この遊具どうやって遊ぶんだろうっていうので、なかなかね、教えられないんですよね。娘に、遊具の遊び方を教えられないっていうのと、あと滑り台を滑るのが苦手っていう、めっちゃ高いんですよ。低い滑り台もあるんですけど、高いのはもうほんと5、6メーター上、もっと上かな、7、8メーター上ぐらいのところからシャーって細長い滑り台がシャーって降りてくるやつあるんですけど、あれ僕も高所恐怖症なんで、あの高さまで行けない。まず高さまで平常心保つのが必死ね。子供の前でね、怖がるわけにもいかないですから、ちょっとね、もうちょっと、だから、もうその選択すら取らないです。
見せたくない、あの平常心保つのも大変だしっていうのであって、あもう あるね、でもあれはお兄ちゃんお姉ちゃんたちがやるやつだからねみたいな感じで促したりしますね。あと滑り台滑るとズボンが汚れるっていうところがもう一番の理由です。僕はあのジーパンがね、あ黒のスキニージーンズがあの滑り台を滑ることによって何か、この鉄の錆とかあの横のね滑り台の横の錆とか、あとなんかやっぱなんかちょっと白いのとかつきそう遊具の白いなんか塗装みたいなのがつきそうだし、あとこの滑り台を滑ることによってこうジーパン生地がちょっと擦れてからちょっとまた薄くなったりするんじゃないかなとかいうのを考えてしまって、それで僕そうですね、娘と定期的に公園に遊びに行くんですけど、一緒に滑り台滑ったことはまだないですねまだないです、一緒に滑り台滑ったの。妻はね、妻のりはあの保育士もやってるのでね、こうやってうまいんですよ、こうやって遊具の使い方とか、遊具の使い方すごい知ってるんですよ。あこうやって遊具って遊ぶんだみたいなの勉強になったりしますけど、遊具の使い方っていうねいう話もありますけど、あのだから妻のりは一緒にあの娘とね遊んだり滑れて滑ったりするんですけど、僕はいろんな理由が重なってなかなかまだ滑れてないですね。いつか娘と一緒に滑りたいですね。あいろんななんか条件をクリアしないと僕ちょっと滑れないんですよ。そんなで、あとやっぱこの道の駅の遊具、この公園人が多かったんで、娘自身もなんかすぐわさわさしてて、こんなに人が多いところの公園あんまないんで、娘もわさわさしてて、こう注意散漫になってて、でなんかたまに遊具から落ちそうになってたりしたんで、あちょっともうこれ危ないからもう他のところ行こうって言って、まあ、移動しましたけどね。でびっくりしたのがギノザですよ、ギノザ村。ゴールデンウィークもう地元早原から離れてちょっとたまにはこの北部の方にも行ってみようって言って、ギノザ村の道の駅のこの公園に行ったら、あの早原の後輩に会ったんですよ。ここで会うって、わざわざギノザ村で会う、しかも早原の後輩、僕今早原のオーナーっていうところに住んでるんですけど、オーナーのすぐ隣の荒川出身の荒川に住んでる後輩、わざわざこんな近場に普段からいる2人が会うかね、ギノザ村でっていうのもあって、わあまた一気に早原感増したなーと思って、あっていうのもわざわざある、会うもんですね。沖縄ってそういうのよくありますよね。昔まだ娘が生まれてない頃、夫婦で、赤島に旅行に行ったんですね。赤島に旅行に行ったら、そこでたまたま早原ん中に会うっていう、またこれも早原の後輩と会うんですよ。オーナーのその逆隣の宮城っていうところがあるんですけど、宮城の後輩と会うっていう、赤島であんなところでピンポイントで、この日この時間にここで会うっていうところで会いましたね。なんか早原の人はそれ強いかもしれないですね。早原の人はどっか遠くに行ったとしても、なんかそこでなんか引き寄せ合うみたいなのはあるのかなって思いましたね。はい、ゴールデンウィークはもうその公園に遊びに行ったっていう感じですかね。あと海洋博公園の熱帯ドリームセンター、ぐる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 なんか長い天空の城ラピュタみたいな感じの塔があるドリームセンターも、お花、いろんな植物 のお花がいろんな植物があるので、それ見に行きましたけど、あれはあれで面白かったですね。いつも美ら海水族館とかよく行くんですけど、あここ最近熱帯ドリームセンター行ってないなと思って見に行ったら、もうたくさんのね、ランとか、あとカカオも植えられてたり、あと食虫植物、虫を食べる植物とか、あこんな、うわ、怖えーとか、いうの見たりして、で、あと、池があるんですけど、池に、ハスの葉ですか、なんて言うんだっけ、あれ。なんか、人が乗れそうなぐらい大きい葉っぱがあって、その池の中が、またさらに階段を降りると、池の中が見れますみたいな、階段をトコトコトコって降りていくと部屋があって、その部屋がガラス張りになっていて、ちょうど池の下に当たると、池の中のところにガラス張りになっていて、そこが見れますよって、あすごいって見たら、1メートル以上、1メートル超えのピラルクたちが数十匹ぐらいいるんですよ。めっちゃ怖かったっすね。
まさかあの池の中にこんな異世界が広がってるとは。でハスの葉が上に、ね、水面にいっぱいあの浮いてるので、この水中がなかなか薄暗いんですよ。うん、なかなか薄暗くて太陽の光がちょっと木漏れ日が入るかなぐらいのところに、黒とグレーの1メートル超えの魚たちがズーンズーンうーんっている感じで、ここ落ちたらやばいだろうなと思いましたね。結構でかいっす。結構でかい魚たち、あの海王類がいる、ワンピース漫画で言うとワンピースの海王類がいる海に、あのカームベルトのところに落ちたような感覚、めっちゃ怖かったですね。これガラスあってよかったって思うぐらい、ここはここだけは、この池だけは落ちたくないって思いましたね。なんかいろんなね、まあでも綺麗でしたけどね、いろんな花もあり、あとなんかあのひまわりの迷路、ひまわり畑の迷路とか、あと段ボールで作った迷路とかあって、でゴールデンウィーク期間中だけじゃなくて、あの海洋博公園、あの定期的に毎月あのイベントごと週末なんかすごい数イベントやってるそうなので、ぜひ皆さん熱帯ドリームセンターもね遊びに行ってみてください。はい、ハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを世界中に配信しようという番組となっております。このただの秋のりハエバル町の観光大使にも任命されましたので、ハエバル町のことなら何でも聞いてください。よろしくお願いします。そして、ハエバルバンバンメールも募集しております。メールアドレス、アルファベットすべて小文字で、ハエバルアットマーク rokinawa.co.jp、 HAEBARU アットマーク rokinawa.co.jp です。ハエバルのルーは R のルーでお待ちしております。そしてツイッターも募集してます。ツイッターハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。ハイバルバンバンの間を抜いております。カタカナでバルバン、そしてハッシュタグつけてカタカナでラジオ、漢字で沖縄と書いてつぶやいてください。よろしくお願いします。では早速つぶやきありますので、紹介したいと思います。ハッシュタグバルバン、ともぶんさん、沖縄市某所の金秀でイカの耳ゲットしたよーと。ともぶんさん、いつもね、今イカの耳、僕が今もハマっているこのよっちゃんイカを出してるところがね、製造してるイカの耳っていう駄菓子があるんですけど、これが美味しくてね、でなかなか見つけられないよっていう話したら、ともぶんさんがね、いろいろあの情報をくれるんです。ありがとうございます。今のところ金秀でしか見たことない。確かにスーパーだと金秀でしか見たことないかもしれないですね。で、コンビニだとローソンなんですよ。ローソンで、ね、でも最近どこのローソンも置いてなくて、ローソンはちょっともう置かなくなってるのかなーって感じはしますね。うん、まだもしかしたら残ってるところもあるかもしれませんが、そうなんです。今のところ沖縄県内で、可能性は高いのは金秀です。金秀のおつまみコーナー、おつまみ、お菓子コーナーのちょっと離れたところ、瓶の中にグリーンピースがいっぱい、グリーンピース？緑豆がね、いっぱい入ってる、やつとか瓶で置かれてる、本当にお酒のつまみになるような、あのコーナーにイカの耳がありますね。うん。はい、ともぶんさんありがとうございます。ハッシュタグバルバン、川崎のしおんさん、50回目。次は丸1年。はい、今回が丸1年です。節目が続くなぁ。いいですよね。しかも、4月に関しては、リポーターズミュージックが2週連続日曜日あって、で、それで地上波のハイバルバンバンもあって、3週連続秋のりが日曜日やって。で、これまだ決定じゃないんですけど、なんかもう、近々、とある方の番組に、ゲスト出演できるんじゃないかっていう話が出てまして、これまた決まったらまた報告しますけども、あまりの合わなさというか意外さ、この人と秋のりみたいな感じのちょっと意外さがあるので、ちょっとこれは決まったらすぐ言います。ちょっとこれもう自分でも、これ決まったら面白いなと思ってるんで、何この組み合わせみたいな、番組のゲスト出演が決まりそう
ていう段階ですので、これはちょっと楽しみにしててくださいね。これはなんか今後もネタになるぐらい、ネタになるぐらいちょっと面白い組み合わせだなと思っております。川崎のシオンさん、ありがとうございます。秋野さん、子供の国の新しい動物、子供の国の新しい動物情報抜かれなく抑えてるな。そうですね、今本州鹿が、入ってきてますんでね。本州鹿とあとチャボですね。チャボはちょっとあの鳥インフルエンザの影響でね、チャボとあとツルか、タンチョウズルはちょっともうちょっと時間かかるかもしれないですね。引き、またまたドモブンさん、タタノリを巻いたのでイカの耳の話すればよかったのに。あれですかね、巻いたのがあのテーマ駄菓子だった時ですね。その時につぶやいておりますけども、したらバルバンで話してますって宣伝にもなったのによ、寝る寝る寝るねって笑いを取りに行ったかって、友分さん、そうですね、僕が好きなあの駄菓子は寝る寝る寝るねですって言ったんですよね。確かに友分さん、この時イカの耳って言えばよかったんですけど、イカの耳が果たして代表的な駄菓子かという、まあ、代表的な駄菓子ではあると思うんですけど、どっちかというと老若男女に広がるようなやっぱ答えを出したかった、プラスちょっと笑いを取りたかったっていうと、あー逃げちゃった、くそー、トムブンさんの言う通り、ちょっと逃げちょっと、そうですね、笑いを取りに行っちゃいましたね。本当だったらいつも本当に好きなイカの耳って言うべきでした。はいね、そう、でも寝る寝る寝る寝にちょっと逃げちゃいましたね。はい、ラスト、ハッシュタグバルバン、ちばっちさん、ハッシュタグバルバンを聞いての感想メールと書いておきましょうね。で、これハッシュタグスパルそばとも書いてるんで、スパルそばに送ったんですかね、何かをね、うん、をバルバンでもつぶやいてるということで、スパルそばはスパルそばで後ほど確認したいと思います。皆様つぶやきありがとうございます。引き続きハッシュタグカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。よろしくお願いします。ではでは、今週も後半は同級生の陽平と、おしゃべりしております。4回目の収録になりますね。いつも1ヶ月分あのまとめ撮りしてるんですけども、今回がその1回目です。1ヶ月スタートの1回目の収録となりますので、いつもね、1回目はここ最近何してたって陽平に聞きますので、陽平の日頃の変化、まず今週はね、変化をまあそんなたわいのない話をしておりますので、まあまずは今週は陽平の世間話です。それではお聞きください、どうぞ。はい、バルバンバン。はい、陽平、今週もよろしくお願いします。お願いします。収録自体は4回目。そうか、そんぐらいだね。はい、1ヶ月分を一気でまとめ撮りするんで、はい、それで4回目ってことはもう1ヶ月分撮るってことですね。もう傭兵が入って1ヶ月になるということなんで、今週もよろしくお願いします。お願いします。あの傭兵は僕の同級生で、はい、まあ、早原町宮城出身、はい、そして早原町議会議員もやっていて、はい、で塾講師もやってると。やってます。で、あれ何でしたっけ、あのキャビア養殖コメンテーターみたいなすごいニッチだね。何でしたキャリア教育コーディネーターもやってます。キャリア教育コーディネーター、そう、キャリア教育コーディネーター、キャビア養殖コメンテーターではないですか出番少なそうだキャビア養殖に関してはもう何でも言える人キャリア教育コーディネーター、教育の仕事ですね、はい、なるほど、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、いつもこの月始め、はい、まとめ撮りの1本目は、はいはい、陽平の最近の出来事を聞いてて、前回は早起きするようになったと。あ、そう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 、朝6時には毎日起きて、はいはい、で朝日を浴びる、そうそうそう、朝が気持ちいいっていう話をねベランダで背伸びしながら朝日を浴びる、なんてすがすがしい朝だってやってで10時には寝ると。そうそう、今も今は7時から8時には起きるかな。ちょっと遅くなってるなあれおかしいな、ちょっとこれ公約違いだな、ちょっとずつずれてるねで、10時から11時の間に寝るんだな。あー、ちょっとその分ずれてるなちょっとずつ、でもまだ32歳、はい、今年32歳の年なんで、はい、それが健全かなと思うけど、今の年だと、ね、はいはいはい、はい、っていうことだったんですけど、はい、今月は、はい、新しくなんかやってます。今月はですね、うん、もう急になんだけど、うん、兄ちゃんが犬を飼ってきて、おかんと一緒に飯食いに行って帰ってきて、玄関開けたら玄関に犬がいるみたいな。
なかなかないよね。そう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 。カラカラカラーって開けた。うわっ。しかもおかんが発見してるから、うわっって言いよった。まさか犬いると思わんしね。そう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 。うわ、え、何犬？柴犬？ちっちゃい柴犬。あ、柴犬。何あの四つん這いの状態でも30センチぐらいかな。うん、高さ30センチぐらいで。でもなんか、そうそうそう。今日も入ってきて、うんうん、あ、この収録は陽平のお家でやってます。そうですそうです。はい、陽平のお家の2階のね、そうです、部屋で撮ってますんで。秋のりは初対面したわけよ、この犬とね。そう、可愛かったでしょう。しかもあの初めましてなのに、うん、全然吠えないし、吠えない、お利口、いい子、賢い、なんかつぶらな瞳で。そう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 、そしてあの昔のなんかあのお金借りる CM のあの、あ、懐かしい、おじさんと見つめ合ってどうするみたいな、はい、フルみたいなやつはいはい、はい、あれ思い出した。玄関にいるから、うん、このまあ、相手する時もあるんだけど、ただ通るだけで相手しない時があるわけね、うん、そうすると犬がチラッて見て、うん、相手する、どうする、どうせ相手しないんでしょみたいな、つぶらな目でずっと見てくる。本当に小型犬だよね。そう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 、ちょっと俺のリュックより小さい感じする。そう、まあリュック伝わらんけどね、サイズ感。俺結構いっぱい入ってるリュックだけどね。はいはい、そうだね。で結構ちっちゃめで、今半年なんだけど、もうそのぐらいのまま、うん、あまりも大きくならない。あ、そうなんだ。そうそうそう、ミニ芝みたいな、ミニ芝みたいな感じって言ってた。まあ、全長40センチとか1メートルないもんね。そんなもんだね、うん、2歳児ぐらい。2歳児、人間で言うと。いや、2歳児よりかはちっちゃい。ちっちゃかった、うん、2歳児、娘今2歳半だけど2歳児より小さいかもしれない、ね、だいたいそんぐらいのサイズ感ね。柴犬、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 分からん、まあどっちか呼び方ね、難しいよね、うんうんうん、松坂牛、松坂牛とかね、言い方違うもんね。専門の人に怒られるから、うん、名前は、名前はルールーっていう。ルールルールルール、そうそう、ルール伸ばす棒、うん、ルール間とルーの、あ、最後も伸ばす。明確なやつ分からんけど、ルール、ちょ、名前だよ、名前、ルール、ま、あ、兄貴が登録しに行ってるから、ルールルール、ルールかな、ルールでルールっていうのだと思う。まだあの、何、飼い始めて1週間とかだから、うん、まだ馴染んでないわけよ、ルール。そうそう、え、犬とか、インゴアとか、インゴアはインゴアはひどいだろ。ワンコとか、ワンコ、あ、ワンコは可愛い、ね、統一されてない感じ、まだ、うん、今日のインゴは、そうそうそう、今日のインゴはだ、インゴ可愛いなってなんでルールなの？あの、めいっ子がね、名前が似てて、うんうん、そっから持ってきてるな。もともとなんか兄貴はレオってつけようと思ったらしいんだけど、ああいいな、かっこいい、買ってきたらメスだったから、うん、どうするってなって、はあはあ、急にいろいろ考えてルールになったって言ってた。1週間経ったかなぐらいだね、先週の日曜ぐらいに、うん、はあ、まあ、ずっと玄関で飼ってるんだ。あの、なんか買ってから1週間はあんま外に出しちゃいけないみたいなのがあるらしくて、うん、あのガジャンの予防接種みたいなのともするわけよ、川のね、はいはいはい、とか、あの、今は少ないけど、うん、あの、昔だったらさ、野犬とかいてから、うん、あの、何、交尾してから子供も生まれたりすることもあるわけ、はい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 、だからその去勢手術とか予防接種とかそういうのが終わるまではあんまり外に出さない方がいいみたいなのがあるらしくて、あとは環境に慣れるために、うんうんうん、1週間ぐらいは玄関で飼って、うん、ちょっとずつ今から外に出して、今去勢手術とかそういうのをやってるところだから、うん、それが終わったら外で飼ったり、まあ、寝るときは家に入れたりみたいな。だから室内犬と室外犬の間ぐらいな飼い方になる。間犬だ。そう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 、間犬飼ってるんだそう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 、あ、肉球触ったもん。あ、触ってない、プニプニ。え、だってもう言われてみたら確かに犬とか猫だっても肉球でしょ、まず触る肉球触って、確かに、で顎の下スリスリして、顎下スリスリしてるよ。うわー、かわいいな。顎下スリスリしたら、はい、やっとけ、はいってから、もう任すわけよ。あ、どうぞどうぞ、はいはい、どうぞしばらくやれ、はいってから。この犬をルール飼い始めて1週間、うんうんうん、何か生活変わった？ね、お家の真ん中にいるからさ、玄関、うんうん、みんなちょっとずつ話しかけるわけよ、ルルって。そう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 、だからその賑やかになったよね。あー、そうか。今家が母親と兄貴と3人で住んでるわけさね、うんうん、でご飯みんな一緒にみたいなこともそんなに多くはないから、うんうんうん、けども毎日家の真ん中に犬がいるから、みんなちょっとずつ声かけするわけよ、うん、はあはあ、で犬をめぐっての会話が増えたり、はいはいはい、ちょっと賑やかになったね、やっぱり犬を通しての、そうそうそう、家族間の会話が増えた。そう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 、いいね。あとは甥っ子姪っ子がそれを求めてしょっちゅう来るようになってるね。あ、そっか、
いるよってワンちゃんいるから見に行こうってインゴ赤いるから見に行こうってそうそうそう柴犬っていうのがいいねいい感じよね、うん、なんかハチ公みたいで可愛かった忠犬ハチ公みたいなで今日見た時はあの傭兵のお茶入った時傭兵隣いるさ、うん、あの西郷隆盛に見えた傭兵ズーンって立ってるズーンって黒い服着て可愛いんですよ犬ね最近野良犬とか見ないもんね全然見ないねやっぱもうお家の中で飼ってる人も多いのかなだと思うよやっぱもう外でって見ないね、うん、本当に昔から飼ってる犬がそのまま外でっていうのはあると思うけど、うんうんうん、新しく飼う犬は大体室内犬そっか室内飼育だよねそう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 、まあ、それがいいそうしましょうってなってるもんね犬も猫もなんかヤンバルとかで野犬野猫って呼ばれる、はいはいの犬たちがもう 野生化して、はいはい、あのヤンバルクイーンを食べたりとかするのがあるからそのしっかりお家で飼いましょうっていうのがあるから、はいはい、一生うちの子ですよっていうのをやってるからね、うんうんうん、俺なんかちっちゃい時は全然いたよねいた普通にいた普通に怖かったよね野良犬普通にいた怖かったよねおしかも結構でかい野良犬とかいたりするさめっちゃいたあっち通るなよみたいな、うんうん、あの北岡小学校から、はいはい、あの赤橋向けに、はいはいはい、もうすぐまっすぐ行って、うんうんうん、え赤橋の途中から丸台に抜ける道、うんうんうん、ちょっと生い茂ってるで、うんうん、途中橋があるやつそうそうそうあそこにいたいるよねあっちいたでしかもあっちが一応近道さ確か、うんうん、近い通りたいんだけど、うん下手したらあの犬出てくるみたいな。いるかもしんないとか。小学生のこの駆け引きみたいなあったよね。あったな失敗したら追いかけられるわけよな。そう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 。めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かったね。めっちゃ怖い。全力ダッシュだったよな。そうだな。あそんなのもありましたね。そういうなんか通学路の中にあるこの犬とのやり取りみたいなのも今多分ないんだろうね。うん。そこまあまあない方がいいんだろうけどね。ない方がいい、ない方がいい。怖かったもん。怖かったな。ルール、 ルール新しい仲間のルール、はい、我が家の家族が増えました俺のばあちゃん家に犬代々飼ってて、うん、でもう子供生まれて子供生まれてっていう お母さんの名前がアンディだったわけアンディアンディ、アンディでその子供生まれて子供の名前がムサシムサシ、うん、でその子供のさらに子供がレミー、はいはい、レミー、うん、何でしょうえアンディ、はい、ムサシレミー何でしょう何でしょう何でしょうって何、うん何でしょう、うん、何ワンでしょうこれは何ワン正解は、はい、K1 あなるほどアンディアンディフグフグムサシムサシレミボンヤスキーレミボンヤスキーあ懐かしいレミボンヤスキーっていう名前をつけてたそうそうそういかついのいや普通の普通なんかあのなんか琉球犬に近いなんか茶色っぽい犬、うん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 、だったけどね今も元気？今はもう今はもう結構昔だから。あ、そうなの。そうそうそう。小学校中学校の時の。はいはいはい。まあ、ボンヤスキーって確かに古いというかね。そうだよ。俺らが中学生小学生くらいの。あのセームシュルトとか。はいはいはい。デミボンヤスキーとか。飛び膝ゲイとかがすごい。ミルコクロコップとか。あ、懐かしい。あの時代。懐かしい。あの時代のね。ありましたね。はいはい。懐かしいな。え、じゃあこのルールがもう慣れてきたらどこで買うの？うん、もう。まあ、玄関。にそのスペース作って、うん、夜はお家の中に入れてみたいなその何玄関外の方に屋根付きのなんかスペースがあるわけよ、うん、なんていうんだろうな、はあはあ、ピロティみたいなピロティみたいな、はあ、あの部分につないで買っといて夜になったら家に入れてとかそんな感じで移動しながら買うになるかな、はい、外も空気とかも感じつつそうそうそうで、まあ、夜は一緒に眠ってみたいな、そう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 夜ずっと外はちょっと怖いさあ怖いね、うんうんうん、怖いよちっこい犬でもあるから、うん、鬼がねん鬼がなんかちょっとちょっかい出すかもしれないそれなの急にミニ四駆とか買ってくる鬼だからねもう鬼が飼ってるのだからちゃんと可愛がってるわけよルールね野犬とかをするって中にって感じだねいいですねはい、はい、なんだかんだ11分も喋ってます、ね、おそうか、はいまずはね、まずは近況報告として近況報告で傭兵犬を飼うっていう回でした、はいはい、じゃあまた来週、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。抜けから十字路道案内のスタート地金ぐすく十字路まあ行きも帰りも毎日金ぐすく十字路一緒に向かう道
なれる日。